2023年秋冬のネイルトレンドのテーマはホープ。テーマカラーのマゼンタに降り注ぐ光のようなラメとイエローをプラスして輝く未来へ向かっていくイメージでデザインしました。アートに使用するカラーは5色となります。 GCE02 のみグリッターとなります。まずベースジェルを塗布し30秒硬化させます。GCH22 のファニーバニーを塗布し硬化させます。GCD60、GCL87 を塗布しトップジェルのブラシで混ぜていきます。 GCL87 が少し残る程度に混ぜます。その後硬化をさせます。GCF005 と GCE02 を塗布します。塗布し終えましたら硬化をさせます。トップジェルでコートをします。ライトで30秒硬化させます。硬化後に未硬化ジェルを拭き取り完成です。部分的にミラーネイルもなさりたい場合は GC004 のジェルカラー by OPI ステイマットトップコートを使用いたしますと美しく仕上がりますのでおすすめです。パーティーシーズンにぴったりな華やかなネイルになります。ぜひお試しください。こんにちは、ミキです。今日はこちらのデザインを紹介していきたいと思います。2023年秋冬のトレンドカラー、こちらがマゼンタになるんですけれども、マグネットを使用してマゼンタカラーで、デザインを作ってみました。テーマは希望ということなんですけれども、志の強さだったりとか内から来る溢れ出る希望というイメージを爆発させて、ちょっと稲妻のような雰囲気ですけれども、作ってみました。パーティーシーズン11月12月ということで、ちょっとね華やかで、そして、ゴールドも秋冬っぽい雰囲気でアクセサリーと合わせやすいようなデザインを作ってみました。サロンワークでも作りやすいように、割とお色味をたくさん使わずに時短アートになってますので、ぜひ作ってみていただけたらなと思います。まずではどちらを、そうですね、こちらのグレージュのデザインを作っていきたいと思います。はい、使用カラーになるんですけれども、まずこちらの436番、こちらはベトロのカラーになります。ちなみにですね、こちらのグリーンなんですけれども、442番こちらを使っています。はい、今日は、こちらのグレージュのものにデザインしていきますね。そして使っているマグネットなんですけれども、マゼンタカラーを作りたいということで、ピンクとパープルを混ぜてマゼンタを作っております。はい、もともと持っているものを使われてもいいんですが、ミキシングしてもとっても楽しいので、ぜひね、マグネットってミキシングするとよりキラキラや深みが出るので、いろいろとやってみてください。では
てはですね、ブラック、トレンドカラーに合わせる秋冬の定番がやっぱりブラックですね。こちらの方も投入していきます。はい、ではですね、作っていきたいと思います。はい、まずこちらの436番がグレージュカラー、アースカラーなんですけれども、肌なじみのいいグレージュですね。こちらを塗っていきたいと思います。まずワンカラーオフしていきます。こちらの方はお好みによって2度塗りされたら良いかなと思います。一度塗りでもシアな感じが出て可愛いです。はい、こんな感じですね。ではここします。はい、では2度塗りしていきますね。では2度塗りしていきます。こんな感じですね。はい、2度塗りを通しました。続いて、ブラック、こちらを使っていくんですけれども、ボスブラックのかなり濃いブラックになります。こちらをですね取っていただいて、ちょっと稲妻のようなざっくりと描いていきます。はい、そこに、こんな感じで結構平筆で大きめに柄を描きましたら、繊細な線はライナー筆に変えていきます。ライナー筆でこちらちょっと細い線を入れていきます。ここは初めに描いた平筆で描いたブラックよりも繊細に描いてあげるとメリハリが出て良いかなと思います。はい、こんな感じですね。では硬化していきます。はい、続いてなんですけれども、マゼンタカラーを作っていきたいと思います。結構濃いめのピンク、こちらがプラネタリーロゼで、こちらがプラネタリーバイオレットになるんですけれども、こちらを、1対1ぐらいで浮き沈みしますね。お好みな、カラーで、していただいたらいいと思うんですけれども、こちら今回はトレンドカラーのマゼンタを作っていきたいと思います。はい、ではですね、こちらブラックの、ラインが描けましたら、先ほど作りましたこちらのマグネットで、はい、この上に乗せていきます。ブラックの上に乗せると、マグネットを乗せると映えますよね。すごい映えるのでとっても可愛いです。マゼンタのカラーとブラック、すごく締まりがあって良いのですが、ライナー筆でこんな感じで入れていきます。ちょっとたっぷりめに乗せてあげると、マグネットがですね綺麗に、はい、磁石に反応するので、結構ねたっぷりと乗せますね。はい、そしたらですね、こちらを当てていきます。磁石ですね。こんな感じでキラキラの好みの部分に出してあげます。こんな感じですかね。はい、では硬化していきます。はい、今これを作ってます。このグレージュの部分を作っています。ベースグリーンでも可愛いので、好みでねグリーンをたくさん増やしたり、グレージュをたくさん増やしたりしてみてください。はい、では、続いて、じゃーん、こんな白ですね。ちょっとアクセントに入れてあげます。少し小さく切ってもらって、先ほどのマグネットの当てた、そうですね、この辺にちょっと乗せます。またマグネットと
ね、白の、 あの光り方の違いが楽しいかなと思います。はい、で、ですね、この黒でちょっとまた白の上もなじませるかな、なぞってあげて、まあ、こんな感じですかね。はい、不思議な雰囲気にさせていきます。かっこいい感じですかね。はい、そうしましたらトップを塗っていきます。こちらエンネですね。はい、トップを塗って完成です。ちょっとより繊細な稲妻を描いてあげると、雰囲気が出るかなと思います。黒のベースにマグネットを乗せてあげるとより深みが出たり、このようにですね、きらめくので、これから11月、12月のパーティーシーズンなどにも入るかと思います。ぜひやってみてください。